NTT ドコモは C-TECH JAPAN 2010において、12月よりサービス開始予定の LTE サービスクロッシーを展示紹介しました。今年の12月からですね、東名阪をエリアにサービスを開始しまして、最初はカード型端末といいます、PC に挿すような端末でサービスを開始しました。でその後、こちらにありますように県庁所在地級の都市、それからまた1年後に、主要の都市でサービスを開始するという形になります。クロッシーの通信速度は一部の屋内施設で下り最大 75Mbps、 屋外エリアは最大 37.5Mbps と非常に高速です。このデモでは 150MB の動画データをダウンロードしてLTE の高速性をアピールしています。はい、ダウンロードがスタートいたしました。こちらの緑の波形はダウンロードの量を表しています。そしてこの横の赤いラインは速度の推移を表しています。緑の波形がなくなりますとダウンロードが終了し、あちらのファイルボックスにダウンロードしたファイルが現れることになっています。はい、ということであっという間にダウンロードが終了いたしました。では早速このファイルをプレビューしてみましょう。今回のデモはですね、実務とかを使わなかったんですけど、シミュレーターで、いわゆるその実務を模擬して、で LTE の、カード型端末のどのぐらいの、スループットが出るかというところを、デモをさせていただきました。クロッシーの高速低遅延の特徴を生かして将来的には高精細なテレビ電話への応用が期待されます。このデモでは LTE が海外でも普及し、クロッシーの海外ローミングが行われている未来のサービスとして、クラウド上の同時通訳サービスを利用したテレビ電話サービスのイメージを見せています。早速で悪いんだが、日本1号店の支援候補地調査の報告を頼むよ。はい、現在第一候補地の銀座と第二候補地の表参道に関して現地調査を終えています。私は競合他社の多い表参道は避けるべきだと考えておりました。しかし現地を見てみると、各社がうまく共存して魅力的なマーケットを作り出していると感じました。表参道は有力な候補地だと言います。クロッシーに対応した端末はサービスインする2010年12月にデータ通信専用機種を発売し、携帯電話は2011年度冬春モデルで発売予定となっています。引き続き頑張ってくれたまえ。